この動画はもしもの時に皆さんが取るべき行動を、救急隊がどんな活動をしているのかを、命を救うために行動する全ての人々の協力と連携によってようやく命が救えるということを知ってほしいと思い作成しました。佐々木さん、これ頼むね。わかりました。無理や。白井部長、白井部長、大丈夫ですか？わかりますか？この前受けた救命講習の時どうしたっけ？呼吸の確認をして胸を見て、よくわかんない。助けを呼ばなきゃ。はい、総務課橋本です。橋本さん、佐々木です。部長が倒れました。 LED 持ってきて、それから奥さんに連絡するよう誰かに頼んで。わかりました、すぐ行きます。119番相模原消防です。火事ですか？救急ですか？救急です。救急車が向かう住所を教えてください。相模原市中央区緑ヶ丘 3-15 株式会社緑ヶ丘商事ビル3階になります。事故ですか？急病ですか？急病です。何歳くらいの男性、女性、どうされましたか？42歳の男性、急に胸が苦しいと言って倒れてしまいました。意識がなく呼吸しているのかどうか分かりません。スマートフォンをスピーカーにしてください。お一人ですか？近くに職員がもう一人います。部長、心肺蘇生はできますか？部長、 AED は使えますか？この間講習を受けたので二人でできると思います。あなたのお名前を教えてください。佐々木です。救急車はすでに手配していますから、到着するまで心肺蘇生を実施してください。傷病者を仰向けにしてください。はい。それで頭を少し反らせて軌道を確認してください。呼吸はできてますか？呼吸はしてないと思います。よくわかりません。わかりました。では人工呼吸はしなくていいですから、胸の真ん中をしっかり凝視してください。呼吸を確認してください。1分間に100回のリズムで力強く呼吸をしてください。胸を高くして AED を開けます。 AED は届きました。袋を取り出していただきました。はい。では AED の電源を抜いて指示通りに使用してください。パッドを青いシートから離して、図のように右胸と左脇心電図を解析中です。患者に触れないでください。ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。離れてください。ショックが必要と言っています。ショックを実行し、では周りに人がいないか、体に触れていないか確認してから、すぐにショックボタンを押してください。はい、離れてください。ショックボタンを押します。ショックボタンを押しました。はい、では押した後は胸骨圧迫を開始してください。はい。それで2分後に再度 AED からメッセージがありますから、指示に従ってください。はい。はい、もうすぐ救急隊が着きますから、救急隊が来るまでやめないでください。はい。お待たせしました、緑川科救急隊です。倒れたのは上司の方でよろしいですか？はい、はい、名前、生年月日教えてください。白井和則、82歳だったと思います。はい、倒れた状況教えてもらっていいですか？話を聞いたら胸が苦しいと言って倒れてしまいました。はい、わかりました。 AED が準備されておりますか？電気ショックを行ってますか？1回ショックを行います。はい、コネクターが切り替えます。はい、はい、切り替えたら確認します。はい、はい、確認します。はい、1回やってください。はい、統計フレーズ、波形 PA。 はい、変わりますね。はい、変わります。はい、少し手術接触。今奥さんに電話がつながってます。わかりました、そこを準備いただいてよろしいですか？電話スピーカーモードになってます。はい、わかりました。もしもし。もしもし。はい、白井さんの奥様でよろしいでしょうか？そうです。私、緑ヶ丘救急隊の平山と申します。はい、今ご主人の状況ですが、心臓も呼吸も動いてないような状態です。はい、自動心肺準備を。これから先生の指示をいただき、口の中にチューブを入れたり点滴処置、それとですね、強心剤という薬を使いたいんですが、よろしいでしょうか？よろしくお願いします。はい、わかりました。ご主人の生年月日と持病を教えていただいてよろしいでしょうか？昭和55年1月19日です。狭心症と高血圧があります。
はい、わかりました。続けるよ。病院先なんですが、これから救急隊の方で選定させていただきます。奥様はそのまま自宅で待機していただいてよろしいでしょうか。わかりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、手を取ってください。はい、行くよ。はい、位置よし。はい、ちょっと換気するよ。どうぞ。お返し。はい、ちょっとここやがるよ。はい、こっちよし。お手張りまーす。はい、ちょっとよし。はい、はい、お手を、ここでよし。はい、引き取りまーす。はい、お願いします。もしもし先生。はい、高見原救命センターです。はい、左側が救急隊感想官薬剤認定救命士の平山と申します。特定行為指示要請並びに使用以来、42歳の男性の方、会社内で共通を訴え、卒倒現在 GPA 状態です。所在用につきましては毎スタンダーにより1回実施済み、救急隊到着時は PA 派遣でした。BVM 環境は良好、ただし会社内3階にありまして、救急車内収容まで時間を要すると考えられます。この方、キオレキにつきましては狭心症、高血圧、T の区域にかかりつけという情報です。先生、特定行為並びに収容いかがでしょうか。わかりました。気管挿管、輸液処置およびアドレナリン投与を実施してください。こちらの病院で収容は可能です。わかりました。先生、所要は20分程度かかります。先生、先生のお名前をお伺いしてよろしいでしょうか。はい、相模原救命センター高野です。わかりました、高野先生ですね。それでは特定行為実施後、再度連絡を取らせていただきます。一度電話を切ります。はい、気管挿管実施します。頭が上がります。頭が下がります。頭を当てます。胃の中に指が入ります。高等胸、右口角から挿入、ベッドアップ、はい、限界本末プレーで一瞬ください。はい、検査性も通過、ストレートばかりです。はい、さらに挿入、右側ベッチをもし1位にあっては22センチ。はい、パイレットバナーになってよし。換気を行います。はい、はい、いい流入をなし、はい、左左よし、はい、右よし、いい流入を、はい、いい流入をなし、胸圧再開、はい、ひどく CPR ですし、ひどくに設定してください。ひどくいきます。はい、右角に行います。はい、2秒以内に再放置をします。はい、接触、文字もらっていいですか。はい、紫から黄色に変色、はい、変色よし。はい、虹確認よし。今から取ります。はい、頭上がります。頭取ります。はい、本コテージ実施。はい、本コテージ実施。はい、送還完了。14時37分。アドレナリン値 0.1%。使用期限よし。開封。濁り変色なし。キャップ離脱、キャップはこのし。シリンジ接続保持よし。コック位置修正、エア抜きし、エア抜きよし。はい、胸骨圧迫停止、早計確認、波形確認、早計不列、波形は PA、胸骨圧迫再開、アドレナリン投与を1回実施します。抵抗なし、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 センター漏れ腫れなし、コック位置修正、オーバーストーリーを実施、エアー混入なし、センター漏れ腫れなし、上肢挙上10秒間、14時、39分、アドレナリン投与1回実施。退院おめでとうございます。いやー、2人のおかげで助かったよ。救
かったね、橋本さん。そうだね。私たちの知ってほしいを知っていただけて嬉しく思います。救命講習についての申し込みや問い合わせは以下の通りです。ご視聴いただきありがとうございました。